平成5年台風第7号は、1993年8月に発生し、日本に接近した台風である。各地に大雨をもたらした。進路図1993年8月2日に、マリアナ諸島の南東で発生した台風7号は、その後北上し、大型で非常に強い台風となって、こ日くじには、沖縄県名瀬市の南南西およそ80キロメートルの、 海上に達し、九州の再海上を北上した。その後も北に進路を取り続け、10日6時前に長崎県の平戸島を通過し、日本海へと進んだ。この年は7月から8月にかけて日本付近に前線が停滞し、低気圧の通過や台風の接近に伴い全国で大雨災害が発生した。主な大雨は、 前線により7月31日から8月2日にかけて九州地方南部から中国地方で発生したものや前線により8月6日に九州地方南部で発生したものこの台風により8月9日から10日にかけて東海地方から九州地方で発生したものや台風11号により8月26から27日にかけて関東甲信地方から 東北地方南部で発生したものなどである。7月31日から8月2日には、西日本に停滞する前線上を低気圧が東に進んだため、九州地方南部で激しい雨が降り始め、31日から8月1日までの2日間に、宮崎県海老野市で906ミ、mm、リメートル、鹿児島県溝部町で591ミ、mm、リメートルなどを観測した。鹿児島県を中心に、 土砂崩れなどにより死者が出た。8月6日には、九州南部に停滞した前線の活動が非常に活発化したため、鹿児島県を中心に激しい雨が降り、6日の日、降水量は、鹿児島県川内市で369ミ、mm、リメートル、鹿児島市で259ミ、mm、リメートルなど、200から300ミリメートルに達した。鹿児島県内では、鹿児島市流河水をはじめ各地で、 土砂崩れが発生し、多数の死者が出た。また、鹿児島市内の甲月川などの氾濫によって、多数の家屋が浸水、流出した。そして、8月9日から10日には、この台風が九州の再会場を北上したため、紀伊半島から九州地方までの広い範囲で大雨となった。8月27日には、台風11号が千葉県銚子市付近を通過し、 本州の東海上は北上したため、関東甲信地方から東北地方南部にかけて大雨となった。8月28日には、北海道シレパ岬崎で7.48メートルの言う、ギハ箱を観測しており、1985年の観測開始以来1位の記録となった。これらの一連の豪雨により、死者、行方不明者93名、負傷者219名、 重火全壊525棟、半壊425棟、床上浸水16,496棟などの大きな被害がもたらされた。特に九州地方南部で被害が甚大であった。ありがとうございます。